どうも、笠原初期です。今日はですね、僕の同級生の宮本武海が逮捕されてしまいました。2月の頭にまず一度逮捕されてるらしいんですけど、それが客引きをしてしまったらしいんですね。そして、今回2月の27日に風営法違反ということで再逮捕されたということなんですけれども、僕もね、逮捕されたことあるんですけれども、まずちょっと名義を変えなかった部分について、まあその警察の調べによりますとっていうあのニュースのコメントを見たんですけど、あの名義を変えてるつもりだったと、宮本は言ってたんですけど、まずそれは嘘で、多分僕の流れで他人の名義でラウンジを営業してたっていうことだったんですけど、多分もともとそこを前もラウンジで、名義を変えないまんま、その名義の人から、売ってもらって、和歌山で営業してたと思うんですね。なのでこれからが宮本は大変だと僕は思います。はい、まあ何年やってたか僕も定かではないんですけど、不当利益として多分ね、税務署かどっかにお金を、売り上げをそのまま取られるので、留置所出た後がね大変だと思います。その分のねお金をあいつは払わないといけないので、まあ和歌山だから面会行こうとも思ったんですけど、ちょっとね遠いかな、行きたいけど、出てきたらねもう一回この笠原チャンネルを誘ってみるんで、その時はその理由とかね、留置所の中でどうだったとかね、真実を聞きたいと思います。はい、まあジャイアンツの頃からあいつは私生活が悪いとかね、よく言われてたんですけど、まあ根はいいやつで、ちょっとねバカしたいタイプの、なんかそうですね、元ヤンみたいな感じだったんですけど、まあよくね深夜休み前とか一緒にね寮で麻雀、徹夜で麻雀やったりとかね、いろいろやってたんですけど、まあこれでね一度失敗したことは二度は続けないと思うので、しっかりと、僕も今執行猶予中でね、今年の10月ぐらいに終わるんですけど、まあ、しっかり反省して、次仕事何やるか分かんないですけど、もう多分ラウンジとかできないのかな、キャバクラとか。何の仕事するか分かんないけど、しっかり頑張ってほしいと思います。笠原チャンネルいつでも待ってるから、宮本。同じ犯罪者として、一緒に YouTube もう一回盛り上げていこうぜ。ということで、今日は宮本に向けた動画でした。犯罪ダメだよ。バイバイ。本日も動画を見ていただき、本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよー。